3月いっぱいで完成して、今引き渡しを終わったところでございます。で今後あの旧校舎を解体しまして、今おられるこの部分はまだ掘るんですけども、ここから向こうの部分をこれから解体しまして、解体が終わり次第この真ん中のところを作って、で今なんとか統合にはあのこの状態になるように今進めているところです。グランドについても今あの大阪屋ショップ側に、駐車場が整備され駐車場あるんですけども、まあ、この統合を建てるにあたって元ね、ああ母校ですよ、魚津市立本郷小学校、これが統合します。上野方、大町、村木、そして本郷小学校、4つが1つになって四つ葉小学校、この小学校の OB にはですね、はい、川田の佐太郎先生とかね、あと最近ではロッテの石川歩夢選手、WBC で活躍しました、そういった OB がいます。もちろん私も OB です。これからこの四つ葉小学校建築状況を視察いたします。